最近の僕のお気に入りは伊藤園のそば茶、天然ルチンそばポリフェノール 45mg。 ポリフェノールね、流行りですよね。脱炭そば使用、原材料ですが脱炭そばの実が6割、その他もそばの実、そしてビタミン C。 脱炭そばも流行りですよね。本物のそばの実を使用しておりますので、そばアレルギー体質の方はお飲みにならないでください。本物ってことですよ。本物のそば茶、ノンカフェイン、無香料、無着色。これですよ、これそば茶。冷たくなくても温かくなくても常温で十分美味しいお茶です。なので僕の場合は寝るときに枕元にこれを、ペットボトルを1本ポンと置いときます。そして飲みたくなったら飲もうと思いつつ、いつも朝を迎えて、そのまんま出勤して帰ってきたら子供が飲んでると、まあそんなオチですね、いつも。あー、うまい。そば茶、そば茶最高。そば茶、ポリフェノール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 、だったーん。そば茶。